どううもおはようございますす FX オリガル日の久保です今回もですね、えー、熟成さんから頂い,いたシートをもとにいろいろと添削をしていこうかと思います。まず、ここに示されている図の丸で囲われた赤いところですけども、これをね、ブレイクアウトというふうにつけてくださってますんで、これですね、ブレイクアウトが正確に描かれているかどうか見ていきましょう。 まあ、ブレイクアウトを示すときに前提となるのがきちんとレンジボックスが描かれているかどうかってことになってきますけどもね、えー、とこちらの方は例えば細かく見ていくとここにボックスが1個あるわけですよえそしてここにもボックスが1個ありますねで下に一旦ブレイクした後大きく突き上げるように上の方に抜けていきます これをですね、ごちゃごちゃしますんでちょっとね、えー、全体像を示していくとまあレンジオプションと言われる部分がですねここにあるわけなんですよここにねで多少上振れ下振れはするんですけどもここをブレイクしてまさにブレイクアウトしたのが赤いところなんですけども今度黄色で書きますけどもここを抜けた後であすいませんここを抜けた後でここまでがブレイクアウトですねブレイクアウトしてえ流れが変わって下の方にグッと 下がりましたよねですのでここまでがブレイクアウトで終わりということになりますんで今度は上底の設定に入ります上底下程の設定はここをね横にグーッと引いたところになりますけどもちょうどここにも抵抗体ができてますんで、えー、上がここかなっていうところとね、えー、下はですねまさに跳ね返ったここを。 起点にしして引くののがよろいいかと思いますので上底過程はきれいにできてるかなってことですそうすると今度下に抜けたこれがブレイクアウトになってここまでがブレイクアウトですねあとはあの同じ理屈なんで、えー、同じことは言いませんけどもここも抜けた後でねここまでがブレイクアウトになってきますよねかなり長い幅が取れていたんではないかなと思いますでここの長い幅のブレイクアウトで注意するべき点は以前のここの上底ですねここも一旦 利のポイントにしていいたただきたいってことですでここを抜けた後半値で入るなりまあ追えるリスクの方はね、えー、そのまんま同じ、えー、価格で入ればいいんじゃない同じロットで入ればいいんじゃないかなと思いますけどもねでブレイクアウトですね、えー、ここももう同じですね抜けた後あすいませんえっ、ー、と抜けた後ここを抜けた後にブレイクアウトしてここまでがブレイクアウトです 以降ね、ブレイクアウトも丸って書いてるところ必ずしも間違いではないですけどもどこまでがブレイクアウトかっていうことをね指し示すとそのブレイクアウトの距離が測かりやすいんでよろしいかなと思いますはい以上のような形ですねえーっと全体的にレジスタンスラインとサポートラインっていうのが書かれてますこのレジサポラインに関しましてはどこを起点とするかっていうのはねその人の熟練度とかにもよりますけども必ずしもここが間違いというわけではありませんレジスタンスラインえーっと今回は黒で書きましょうか黒 上のレジスタンスラインをここに設定してくれてますけどもこれもあながち間違いではないんですけども私の場合はレジスタンスラインをそうですねこの図から見るとこの辺りに引きたいかなとですねここに引いてあとはここはねえ別の指標を立てますねえ例えば抜けた後も抜けた方向についていくブレイクはここを抜けた時にブレイクだと判断するとかねというのがまあいわゆる騙しって言ってちょっと上がるんだけどもそこから こういうふうに戻ってきて、やっぱり連上もう一回やるみたいなケースもありますからね。同じ理由でサポートラインも、これも間違いではないですよ。間違いではなくて、どこにつけるかっていう、その人の熟練度とか、経験とかね、それから利益率にもかかってくるとこなんで、多少の差はできます。ここ、サポートラインにしても間違いがないんですけども、私の場合はちょっと手前でね、サポートラインを設定するところを構えて、で、ここはね、同じように余力の範囲にしようかと思います。 ということは、下に抜けてサポートラインとされているところをね、私のサポートラインではないんですけども、今回提出いただいた方の設定したサポートラインを抜けたときに、下にブレイク、セルで入るっていうふうな判断の指標かなと思います。私はここで引くんですけどね、この、ここでね。そうすると、ちょろっと出ても、含み損を耐えるっていうね、部分ができるんですよ。そうすると、戻ってくるケースっていうのがありますんで、実際に価格っていうのは、ここまで進んだ実績があるってことは、 その余力を残しててもいいんじゃないかなって判断するんですよね。はい。ということで、1枚目のシートは以上のようなことになりますね。解説漏れはないですよね。うん、はい。あ、ありましたね。解説漏れがあるとしたら、ここです。最後の、ここなんですけども、まさにね、書かれてる通りですえ。今、こちらの、サポートラインに当たってますので、ここを跳ね返ってレンジに戻るのか、そして下に抜けてブレイクするのかっていう、その瀬戸際にいますんで、ここは、あこの、 チャートを形成する日、しっかりと見るその一つのポイントになるんじゃないかなってことですよねここが利益とそれから損失を出す人の分かれ目になるってことですはいじゃあ一旦以上です